イサベルに聞いてみよう。壁の内側で妙な魔物が、オリフレブの方からエーテルだまりが広がってる。見たことのない魔物となんて戦えないよ。シド、来てくれたのね。夜の帳の娼婦か。見たことがない魔物が現れたと聞いたが。ええ、青く光る魔物がたくさん現れたの。町の人も襲われて。クライブ、青く光る魔物って。ああ、あの厄介な奴らのことだろう。マダムと話したい。彼女は今どこに。軍の訓練所よ。兵士たちと今後の対策について話をしてるはずだわ。わかった、ありがとう。避難してきた人はどんな様子だ。マダム、あの魔物には仲間が何人もやられてるんだ。隊長だってとっくに死んじまった。オリフレムはエーテルだまりに沈んで、自治領島からの知らせは途絶えたまま。俺たちもどうしたらいいか。召喚夜の帳はいつ何時も門戸を閉ざさぬ安らぎの場所。私は主としてあの場所を守る。そのためにここで戦い抜くと決めた。あなたたちは何のために戦うの？国のため？信仰芸家のため？そのどちらももうないのよ。だったら今ここで己の意志で剣を捧げる者を選びなさいな。俺はこの町のために戦うぜ。国も軍もめちゃくちゃで、どうせ行くあてもないんだ。おいフィリップ、戦うったってこの状況じゃ。俺に考えがある。向こうで話そう。ああ、分かった。こっちは任せてくれ。クライブ、それにお嬢さんまで救援に応じてくれたのね。話は聞いてきた。イサベル、あんたは兵士たちと町の守りを固めろ。魔物は俺たちが受けよう。ありがとう、二人とも。それで魔物はどこから？それがわからないのよ。この空になって突然だったから、この訓練所に怪我人を集めてるの。彼らから聞いた方がいいかもしれないわ。分かった、そうしよう。あんたを襲った魔物のことを教えてくれないか。ああ、エーテルだまりになったムーアの家が気になって様子を見に行こうとしたんだよ。周りが突然光ったかと思うと魔物が現れて、命からがら逃げ帰ってきたんだ。そうか、ありがとう。家族がオリフレブに取り残されてるんだ。お父さん、死なないで。隊長まであっさり。青く光る魔物に襲われたんですか？ええ、そうなの。消えたと思ったら突然違う場所に現れて、あんな魔物初めて見たわ。それはどこで？
私はオリフレムから逃げてきたんだけど、その途中だったからムーアの村を過ぎたあたりね。話してくれてありがとう。どうかお大事に。あの魔物はムーアの周辺に現れたみたいね。行きましょう。フィリップ、考えてなんだ。まずは魔物を調査して対策を練ろう。エーテルタマリの調査で。今のでしまいか。ええ、いなくなったみたい。一度ノースリーチへ戻りましょう。そうだな。ありがとう。助かったわ。目につく限りを倒しただけだ。この先何があるかわからない。町の警備は緩めない方がいいだろう。そうね、気をつけなきゃ。フィリップ、お願いね。あなたたちが頼りなんだから。ああ、何とかしてみせる。彼が動いてくれたおかげで兵士たちがやる気を取り戻してくれたの。マダムの名前をちらつかせただけさ。成果を上げれば彼女のご褒美にありつけるかもってな。ノースリーチはマダムあっての町さ。俺が兵士になったのは何かを守って戦う姿に憧れてたからだ。仲間に、町に惚れた女。ここには守りたいものがいくらでもある。上手ね。
さて、俺は早速警備のことをあいつらに相談してこよう。まだまだ問題は山積みだけど、ノースリーチのみんなと協力して乗り越えていくわ。二人には感謝してる。本当にありがとう。あなたたちには感謝してる。まだまだ問題は山積みだけど、みんなで乗り越えていくわ。おう、クライブ、あんたが来てくれたのか。そっちはちゃんとした紹介がまだだったな。ジリよ、よろしく。クライブと行動を共にしているわ。ルボルだ、世話になるぜ。野党に襲撃されたと聞いたけど。ああ、金品や食料をごっそり持ってかれた。奴らの根城は？うちの連中を使って探らせてる。しばらくすりゃ分かるとは思うが、ちょいと面倒なことになっちまった。なんだと？もう一度言ってみろ。また始まったか。野党への対処をめぐって町を二分する大騒ぎさ。このままだと野党どもを撃ったところで住民同士が本格的に衝突しちまう。さすがのルジェナ・ダリミルも今度ばかりはお手上げでね。なんとかならないかしら。ひとまず住民の話を聞いてみるか。ええ、そうしましょう。すまないな、二人とも。解決の糸口でもあればいいんだが。さっきの声は酒場からか。お前の店は被害が少ないから、そう悠長にしてられるんだろう。直ちに傭兵団を差し向け、奴らを撃つべきだ。あなたの店は怪我人を出してないから、強気に出られてるだけでしょ。傭兵団を雇うのに、いくらかかるか分かってるの？それに、もし撃ち損じたら、どんな報復を受けるか。野党たちには食料を渡して、なんとか穏便にことを進めるべきよ。そうやって尻込みしている間に奴らに好き勝手されるんだぞ。まあ待て、双方の言い分はわかるが、何にせよすぐには動けん。少し頭を冷やすとしよう。あれはビクトル。なぜここに？シド、それにジル、ご無沙汰じゃないか。ビクトル、こんなところで何をしてる？最近コストニチェ難民街も何かと物騒になってな。万一のために茨の接吻で物を仕入れようとしたんだが、ご覧のありさまで、それどころじゃないらしい。ルボルの坊主もお手上げでね。武器の値引きを条件に奴らの仲裁役を引き受けたというわけだ。今の人たちは？ああ、対立してる二派の頭目たちさ。俺が仲裁に入ってからもずっとあんな感じだよ。ただでさえダルメキアの国中が乱れてる時にこの気持ち悪い空だ。みんな不安になるのはわかるんだが。町の状況は分かった。一旦ルボルと相談しよう。ビクトル、お前も頼む。分かった。
クライブ、どうだった？小耳に挟んだ程度だが、主張が真っ向から対立して互いに熱くなってる。確かにすぐにでも衝突しておかしくない。あんたから見てもやっぱりそうか。参ったぜ。このままじゃ野党の根城を見つけても奴らを撃つ前に自滅しちまう。どちらも町を守りたい気持ちは同じはず。何か手があればいいけど。こういう時、滞在人シドならどう動く？目的は同じか。そうだな、いっそのこと任せてみたらどうだ。それぞれの主張でやらせてみればいい。そんな投げやりに。いや、そうだよ、クライブの言う通りだ。なんとか仲裁しようと躍起になってた俺がバカだった。実際に町を守らせればよかったんだ。おっさん、手を貸してくれ。何をするつもりだ？俺たちで連中を煽るのさ。あいつらが自分たちで動くようにな。なるほど、面白そうだな。いいだろう。そうと決まれば早速行動だ。おっさんはコンラートを頼む。俺はナターリエに話をつけてくる。よし、任せろ。クライブ、ジル、ちょいとばかり付き合ってもらうぜ。俺とおっさんでコンラートとナターリエを口車に乗せる。二人はうまいこと話を合わせてくれ。ああ、わかった。やってみるわ。くそ、野党ども。ひどいありさまでしょう。野党に襲われて好き放題されたんですよ。なんせ。大事な売り物を買った。いや、透明。今は一刻も早く食料。旦那、待ってたぜ。ナターリエ、彼がアンダーヒルだ。ランデラのファイアビュート承認団で働いてる。アンダーヒルだ。ナターリエよ。ちょうどあんたから聞いた話をしてたんだ。どこも食料が不足してるってな。食料の奪い合いが始まるかもしれないってルボルから聞いたんだけど、本当なの？なあ、本当だ。ランデラではすでに金持ちどもが買い占めている。近いうちに値も上がるだろう。そうなればいつ奪い合いが起きてもおかしくない。旦那もああ言ってる。野党に食料を回す余裕なんてないのさ。奴らと穏便にことを進めるのには賛成だが、俺たちが死んだら元も子もねえ。食料だけじゃない、武器に薬に衣服、生きていくためにはいろいろな物資が必要になる。今は一刻も早く物資を集めて蓄えないと。町を守るためにみんなで協力しようぜ。町を守るために。そうね、私たちでダリミルを守らなきゃ。さすがクライブ、剣の腕だけじゃなく口も達者みたいだな。お前の話に合わせただけさ。そろそろ野党の根城が分かってもいい頃合いだ。探りに出てるうちの連中に話を聞いてくる。二人は先に店に戻っててくれ。よく来てくれた、お嬢。コンラート、紹介しよう。カンベルでジャベリン傭兵団を仕切ってるジェーン嬢だ。よろしく、ジェーンさん。ええ、こちらこそ。お前の提案を受け入れようと傭兵団を当たってみたんだが、彼女に反対されてな。
ビクトルから聞いたんだが、野党を討伐できるような腕の立つ傭兵たちはもう残ってないって本当か？そうね。こんなご時世ですもの、有名どころはあらかた貴族や豪商が囲っているわ。うちの傭兵団もロザリア七家族に雇われたところよ。今残ってるのは弱いくせに金だけせびるところばかりでしょうね。ほらな、聞いたろ。よそに頼れないなら町の腕っぷし自慢を集めてダリビルで自警団を作るべきだと思わねえか。ここなら武器はたんまりあるし、弱腰のやつなんていない。みんな町を守るために戦ってくれるはずだ。町を守る、わかった。ダリミルの底力を見せてやる。あんな感じでよかったのかしら。上出来だジル、大した役者だよ。さて俺はルボルの店に戻っておく。後で会おう。どちらもうまくいったみたいね。一旦ルボルの店へ戻ろう。自警団を結成しよう。自分たちの力で誰も守るんだ。ねえ、あなたもコンラートに賛成でしょ。でも私たちだけで町を守れるかどうか。全員分の武器もないし薬も足りなくて、野党と戦うにはまとまった支援でもないと。よう戻ったか。おかげでコンラートもナターリエもやる気になってくれたようだ。もうしばらく様子を見て改めて話を。そうは言ってられないみたいだぜ。ルボル、何かあったのか。野党どもが動き出ししまった。二手に分かれてこの町に向かってるらしい。それも根城を捨てて総出で仕掛けてきてるみたいだ。そんな、根城を捨ててって、まさかダリミルを乗っ取るつもりじゃないだろうな。クライブ、ジル、ベルクロイ砂漠から攻めてくる野党たちの討伐を頼んでいいか。構わないが、もう一方はどうする。コンラートとナターリエにやらせる。これを機に無理にでも協力させてダリミルを一つにまとめ直す。随分な荒漁師だぞ。大丈夫なのか。もちろん俺も手を貸すし、おっさんにも手伝ってもらう。やれやれ、仕方ない。気をつけろよ二人とも。あんたたちもな。ダリミルは俺たちがいただくぜ。野党たちも。やるぞ。しつこい連中だ。
これで全部。ルボルたちが心配だ。宿場へ戻ろう。急ぎましょう。ナターリエ、すまなかったな。お前たちが支援してくれたから奴らに勝つことができた。いいのよコンラート、あなたたちが正面に立って戦ってくれたおかげだもの。これからは協力してやっていきましょう。ああ、そうさせてくれ。すっかり打ち解けたようだ。もう心配ないわね。クライブ、ジル、そっちは無事に片付いたようだな。こっちもなんとかなったよ。急増の自警団と支援団、まだまだ課題は山積みだがね。だけどまたダリミルは一つになった。これならこの先もやっていける。本当にありがとな、二人とも。気にするな、また何かあれば知らせてくれ。協力者から寄せられていた要請は全て片付いたか。戻ってオットーに伝えよう。戻ったか。協力者たちから感謝の知らせが届いてる。お前たちが来てくれたおかげで助かったとな。随分働かせちまったようだ。問題ないさ。他の地域はどうなってる？どこもひとまずの山は越えたらしい。だが脅威が去ったわけじゃないからな。あくまでも小康状態というところだろう。そうか。クライブ、今は焦っても仕方がない。それよりも医務室に行ってやれ。弟さんがやっと目を覚ましたようだぞ。わかった、顔を見てくれよ。それじゃあアルテマはシルベストルではなく現信仰のオリビエの方を操っていたということなんだね。ルサージ教は父君を自らの手で、その衝動からバハムートに。かなり消耗しているようだ。もしかしたらもう。もっと早くに訪ねていれば彼をこんな目に遭わせることも。くそ、結局ザンブレク公国はアルテマによって。ジョシュア、知っていることを教えてくれないか。18年前のあの日、フェニックスゲートの惨事の後、死にかけの僕はある人たちに救出されて治療を受け、かくまわれていたんだ。しばらくね。その時アルテマの存在を知り、そこからずっと各地で奴のことを調べ続けていた。アルテマは兄さんの持つ特別な肉体を利用して何か遠大な目的を果たそうとしてる。今の異変や戦乱はそのために起こしているんじゃないかと。
なぜ俺が。それにどうしてそんなことをする必要がある。ごめん、詳しいことは僕にもわからない。だけどその理由は兄さんの体だ、間違いないと思う。僕たちドミナントは召喚獣の力を宿している。でも僕はフェニックスの力なら自在に使えるけど、シヴァの力はそうはいかない。ドミナントが扱えるのは覚醒した召喚獣のものだけ。でもクライブは。ああ違う、特別なんだ。他の召喚獣の力も扱える。イフリートを宿しながら。それにイフリートは誰も知らない2体目の火の召喚獣。きっとアルテマは待っていたんだ、兄さんのような存在が生まれてくるのを。ずっと奴とは何度も出くわしている。俺の体を狙っているにしても、これまで無事でいられた理由は。推測の息は出ないけれど、兄さんの肉体とアルテマの精神が相入れない状態だったのかもしれない。アルテマの精神。そう、アルテマは肉体を持たない精神体のような存在なんだと思う。だからこうやって封じ込めても全てを抑えきれない。まさかその胸は。実を言うと、もう限界が近いんだ。体を内側から破壊する奴の力にフェニックスの再生の力が追いつかなくなってきてる。だからこの封印が破られる前に決着をつけなければ。そんな無茶よ。だって大切な兄さんを奴なんかに渡せないだろう。どうしてお前が俺のためにそこまで。ジョシュア。クライブ、大変よ。カンベルにアカシアの大軍が。おっと、状況は。ガブから知らせがあった。連中がいる自由都市カンベルにアカシアの大軍が押し寄せたらしい。都市警備隊が出て応戦しているものの、それもどこまで持つか。バイロン様とミドは二人ともカンベルよ。無事だ、ガブと合流した。だが船を隠して逃げ遅れたと。助けに行かなきゃ。ああ、すぐに向かおう。おっと、ガブにストラスを。助けに行くまで下手に動くなと。わかった。カンベルまで最短で行ける道は。いつから私は地図屋になった。ここからならおそらく陸路だろう。タボールを経由する道をおすすめする。助かる。手がいるね。僕も一緒に行くよ。ジョシュア、あなたまだ寝てなくちゃ。そう言ったんだけど、この若さま聞きゃしない。手伝いくらいはできるさ。彼女の薬のおかげで随分落ち着いてる。それに僕も用事があってね、従者に会いに行かなきゃいけない。彼女とはちょうどタボールで落ち合う手はずだ。わかった、ついてこい。クライブ。心配しなくていい、俺が守る。ありがとう兄さん。支度をして向かおう。カンベルへの道中にあるタボールで従者に会う手はずなんだ。大丈夫、薬のおかげで随分落ち着いてる。旅の手伝いくらいはできるよ。ジョシュアは無理ができる体じゃないわ。
できるだけ気遣ってあげて。なんだよこの空。シドじゃない。ちょうどよかった。聞いてくれる？どうしたんだ、シャーリー。何かあったのか？実はね、大事な天秤がなくなっちゃったの。ミドが作ってくれたものなんだけど、学ぶのに使えそうだからって子供たちに預けてたのよ。そしたらいつの間にか見当たらなくなってて、あの子たちは知らないって言い張るんだけど、何か隠してるようにしか見えないのよね。ねえシド、何とかして子供たちから天秤について聞き出してくれない？それくらいなら構わないさ。助かるわ。あなたにならきっと正直に話してくれるはず。ミドがくれた大事な天秤だもの。もしあの子たちがなくしてたならしっかり注意しなきゃ。この時間なら子供たちはアトリウムにいるはずよ。それじゃあよろしくね。人が少ないわね。何がいけないんだろう。空、ああ、ちょっと聞いてよクライブ、料理に失敗しちゃったの。珍しいな、料理長のあんたが失敗だなんて。何かあったのか？ほら、前にイヴァンが魔物の煮込みシチューを作ったでしょ。あれが意外なまでに好評でね。それで今度は私にもヴァリスゼア食機構の料理を作ってほしいってうるさくって、仕方なく本を見てその中の一品を作ってみたんだけど、これが硬いしまずいし最悪の出来でさ。あれは普通の料理をまとめた本じゃない。そう簡単にはいかないさ。でもこのままじゃ料理長として引き下がれないわ。ねえクライブ、私に手を貸してくれない？わかった。仕方ない。みんなが喜ぶなら手伝おう。それで今回は何を作っていたんだ？トビトカゲの揚げ肝っていう料理よ。要は魔物の肝の揚げ物ね。食材はトビトカゲの肝とドラゴンの薬草なんだけど、そんなの聞いたこともないでしょ。だからそれらしい食材を使ってみたけど大失敗で。確か前の料理では食材は古い言い回しで書かれていた。今回もそうなのかもしれない。やっぱりそうよね。本に書かれてるような味じゃなかったもの。古い言い回しか。そうだ、もしかして書庫の語り部なら何かわかるんじゃない？ああ、聞いてみた方が良さそうだ。食材の正体がわかったらそのまま探してこよう。あら、それは助かるわ。よろしくね、クライブ。クライブ。グツ、何かあったのか？どこか落ち着かない様子だが。クライブにはお見通しみたいだね。それじゃあちょっと相談してもいいかな？ああ、話してみろ。実は最近ダリミル宿場の行商からカロンばあさんのことで気になる噂を聞いたんだ。ばあさんが金儲けのために戦を広げようとして危険な連中に武器を売りさばいてるって。別に金儲け自体はいいんだけど、やり方がばあさんらしくなくてさ。本当かどうかばあさんに確認したいんだけど、俺怖くて聞けなくて。クライブから聞いてみてくれないかな？
カローンと話してみよう。ありがとうクライブ。ばあさんが何て言ってたか後で教えてくれる？わかった。そこまで大事じゃないといいが。ザンブルクで内乱があったって本当？こんな空おかしいわよ。どうしよう。うわ、シド。お前たち、ちょっといいか。チャーリーが探している天秤のことなんだが、それは。なんでもないよ、シド。これは天秤なんかじゃないから。それが天秤か。正直に言うんだ、お前たちが壊したんだな。ごめんなさい。でも壊したんじゃないよ、バラシなんだ。ミド先生が教えてくれたの。バラシってミドから分解を教わったのか？うん、僕たち先生みたいな天才気功師になりたいんだ。ミド先生が言ってたの、バラシと戻しを覚えれば何でも作れるって。なるほど。なら戻しもできるはずだ。早くその天秤を元に戻そう。これは初めてだったから元の形に戻せるか自信なくって。あのね、これが土台になるのはわかるんだ。でもそこから先がちょっと。どうやらお前たちは戻しを学び直さないといけないらしい。よし、俺が手伝うよ。一つ一つ組み立てるとしよう。さて、お前たち、ここにあるのはただのガラクタじゃない。それぞれが部品として組み合わさった天秤となっていたはずだ。どの部品にも決まった役目がある。役目を考えてみるといい。アルトゥルは土台の部分は分かると言ったな。それじゃあ他の部品も見ていこうか。奇妙な形の金属だな。天秤のどの部分に使われていただろうか？これ面白い形、チョコボの羽みたい。そうだ、シドってチョコボにも乗れるよね。今度乗り方教えてよ。ああ、いつかな。だが、今は天秤に集中しろ。あ、これ、上の方についてた部品じゃない？端っこから何かぶら下げてた気がする。なかなか鋭いじゃないか。ぶら下げられそうな部品とはどれのことかな？この皿には何やら鎖がついている。しかも2つあるが、どう使えばいい？僕覚えてるよ。2つのお皿に重りを乗せるんだ。そうそう、天秤ってどっちが重いかを測る道具なんだよね。グツとオット、どっちが重いかも分かるかな？それはさすがに無理だろう。やっぱりさ、この鎖が怪しくない？どこかにくっつけるとかさ。いいところに気がついたな。こいつをどの部品につければいいか考えてみるんだ。かなり細かい作りの歯車だ。お前たちは歯車を知っているか？うん、ミド先生のダンジョンにもあった。ぐるぐる回る部品だよね。ミド先生が作った装置にたくさんついてるよ。大学ってところでもいっぱい作ったんだって。ああ、気功学の基本となるものを動かすための部品らしい。こいつは天秤にどう使おう？天秤に物を動かす場所なんてあったかな。確か重りを測るときに動いてた気がする。でもどんな風に動いてたっけ？
あのね、これって小さな部品でしょ。まずは他の大きな部品をくっつけてみない？それで動かなそうだったらどこかに歯車を使うと思うの。悪くない発想だ。歯車を使う場所は後で考えてみよう。これで一通り部品を確かめた。天秤の戻し方に当てはついたか？うん、大体わかった。ではお前たちの考えをまとめてみてくれ。その通りに作ってみよう。まずさ、それを土台にするんだ。上に何かくっつけられる部分があるでしょ。そこにチョコボの羽みたいな部品をつけるの。端っこに2つ何かくっつけられそうだから。2つのお皿をつけるんだね。鎖でぶら下げたら、ほら、いい調子だな。あとはこの部品をつなぎ止めれば、さあこれでどうなる？やった、できた。ありがとうシド。天才気功師を目指しているなら道具の組み立てもうまくなるよう勉強だ。任せてよ、僕たち隠れ家の先行投資だからね。隠れ家の先行投資？ミド先生に言われたんだ。先行投資だからいろいろ教えてやるって。私たちミド先生みたいになれるかな？ああ、きっとなれるさ。ただバラシはシャーリーを困らせない程度に。わかったよシド。期待してるぞ。さてシャーリーには俺からうまく伝えておこう。あれ、この歯車結局どうするんだろう。シドは後で考えようって言ってたけど最後まで使わなかったね。こんな空おかしいわよ。ジャンブルクで内乱があったって本当。カロン、調子はどうだ？まずまずってところだね。ところで商売はうまくいってるか？どうもこうも相変わらずだが。なんだい、今日はやけに絡むじゃないか。さてはあんた、何かよからぬことでも耳にしたんじゃないのかい？やれやれ、かなわないな。あんたが危険な連中と武器を取引してるって聞いてな。そんな話一体どこで聞いてきたんだ？俺が直接聞いたわけじゃない。ダリミル宿場の行商がそんな噂をしていたようだ。まったく、そんな根も葉もない噂信じるんじゃないよ。そりゃ昔はやんちゃな商いもしたさ。だけどそれはもう過去の話。今はもうまっとうに商売してるんだから。疑っていたわけじゃないよ。念のため確かめに来ただけさ。クライブ、あんただって暇じゃないだろ。自分のことに集中するんだね。ああ、そうする。邪魔をしたな。今日は人が少ないわね。色だね。あら、シド、天秤のこと子供たちから何か聞けた？ああ、なくしたわけじゃなかった。子供たちがバラバラに分解して遊んでいたよ。以前、ミドから道具の分解について教わったらしい。
手持ちのものでやってみたくなったんだろう。そんなことになってたの？大事な天秤をバラしちゃうなんて。安心してくれ、今はきちんと元通りさ。あいつらと一緒に組み立て直した。素人なりに気候学の講義をしながらな。ありがとう、シド。あなたが手伝ってくれたのね。でもあの子たち、いつの間にミドから教わったのかしら。自分たちは隠れ家の先行投資だって言っていたぞ。ミドがそう呼んでいるそうだ。きっとミドもあいつなりに子供たちや隠れ家の将来を案じてるんだろう。ええ、そうね。ミドといえば、彼女がよく隠れ家に帰ってきてる理由を知ってる？大学が休みになったと聞いていたが、そうじゃないのか？どうも大学から兵器作りの話を持ちかけられてるらしいの。きっとそれを避けてるのよ。あの子は戦で本当の親を失ったって昔シドから聞いたわ。だから戦を憎んでいると思う。ミドが人を傷つける道具じゃなく、人の希望になる道具を作っているのもそのためね。それで子供たちに、戦は俺が終わらせる、ミドや子供たちのためにも。うん、みんな信じてる。まずは気候学の講義、お疲れ様。ハルポクラテス、あんたの知恵を貸してほしい。バリスゼア食気候という本に書かれた食材についてだ。もちろん構わん。あの本はわしの愛読書の一つだからな。さては古風な言い回しに難儀しておるのだろう。知りたいのはどの食材だね？トビトカゲの肝とドラゴンの薬草、揚げ物の料理に使うらしい。ほう、トビトカゲの揚げ肝か。ザンブレクの一地方に伝わる古い料理だ。その食材、まずトビトカゲの肝とはワイバーンの肝のことを指す。ワイバーン、あれがトビトカゲなのか。ザンブレクは古くから召喚獣バハムートを擁している。それに比べればあらゆる竜はトカゲと変わらぬよ。海辺で育つワイバーンの肝が一番と聞く。青い体表をした種を探してみるといい。わかった。ではドラゴンの薬草の方は？そちらノースリーチ北の海岸に自生するセイントボンネットの古い呼び名だ。山吹色の花を咲かせる香りの強い薬草でな。こちらも海沿いを探せば見つかるはず。あの辺りであれば2つの食材を集めるのにちょうどいい場所かもしれん。助かったよ。これで食材を調達できそうだ。健闘を祈るぞ、クライブ。料理ができたらぜひわしにも食べさせておくれ。空、変な色だね。今日は人が少ないわね。グツ、カローンに話を聞いてきたぞ。ばあさんはなんて？根も葉もない噂を信じるなと。あの様子じゃ本当にそんな商売はしてないだろう。以前は手を染めていたようだが、少なくとも今のカローンは金儲けのために戦を広げるようなやつじゃないさ。そうだよね、よかった。俺はばあさんを信じるよ。でも昔のことだとしたら、なんで今頃そんな噂が流れたんだろう。確かにそれは気になるな。
噂の出所を探った方がいいかもしれない。うん、そうしよう。俺、噂が流れてたっていうダリミル宿場に行ってみる。クライブも一緒に来てくれると嬉しいけど。もちろんだ、協力しよう。ありがとう。それじゃあ後で向こうで合流しよう。わかった。夢みたいだ。またみんなで出かけられるなんて。のんきなこと言ってる場合か。ガブたちを助けに行くんだぞ。ごめん兄さん、分かってるよ。まずは僕の従者と合流しよう。カンベルの状況も少しは分かるかもしれない。タボールだったわね。行きましょう。